老朽化が進む橿原市役所本庁舎の建て替え計画をめぐり、今日市議会の特別委員会が開かれ、意思確認の結果、反対が上回り、結論は次回の委員会に持ち越しとなりました。橿原市は昨年4月に現在本庁舎がある場所に事業費およそ57億7300万円をかけて、新たに庁舎を建て替える計画を策定しました。 しかし、設計業者の調査で地盤が軟弱で、庁舎解体に伴うアスベストの撤去などで、当初の計画より事業費がおよそ12億円多くかかる見通しとなり、ことし3月、亀田市長は現在本庁舎がある場所での建て替えを撤回する方針を示していました。 きょう開かれた特別委員会で亀田市長は改めてコロナ禍での財政悪化などを理由に分庁舎のミグランスや橿原万養ホールなどに市役所の機能を分散する考えを示しましたしかし委員からは分散化は市民が混乱する現在地での建て替えのため移転した住民の理解を得られないなどの反対意見が出されました その後、委員会で参考意見として市長の案に対する意思確認を行ったところ19人中10人が反対する結果となりました結論は次回の委員会に持ち越しとなりましたこの結果を受けて亀田市長は内容を精査した上で改めて次の特別委員会で提案させてもらいたいと述べました